ませ。いらっしゃいませ。当たり前のことですけどね、あらゆることに心を添えてやる、お客さんをお迎えする、これがまあ一番大事じゃないかなと思って、創業者がいつも言ってました、心を大切にしたいなと、それが一番です。はい、お客さん、まあ1年に1回お見えになる方もいらっしゃいます。お客さんにとっては人生の一コマなんですね。心に残るような思い出作りの場所であってほしいなと、そういう物語のある場所であってほしいなということを常々思っております。いきさつはですね、私の祖母にあたる女性なんですけども、中国からこちらの方に戦後間もなく帰国して、京都の人間だったんですけども、神戸の方に移転して今の中山手本店にある場所でお店を始めたというのがきっかけです。宮水については家族でピクニックでですね、布引きの方に行った時に、そこで立てたコーヒーがすごく美味しくて、うちのお店のコーヒーに合うということで、菊正宗さんの方にお願いして、日本酒の仕込みに使っている宮水を分けていただいて、今もコーヒーに関して宮水で立てています。ノルマを課してないっていうのは、一つ他の会社と違うところだと思うんですけども、自分も含めて現場でやっぱり楽しく働ける環境を作ってほしいということを非常に強く願ってます。やっぱりそういう環境でお茶を飲むっていうことが、やっぱりお客さんにとっても心が癒される空間だと思うので、そこをすごく大事にしています。今の規模は適正なのかなというふうに思ってます。うちは一点一点それぞれ地域の中で一番いい店という店作りしてきたので、これからは何かねお話をいただけたら出店していきたいなというふうに考えてるんですけども、規模の拡大を目指すよりは中身の充実を図っていきたいなというふうに思ってるので、自分が子どもの頃に店長していた人たちが今も現役でお店で働いているわけで、そういう人たちと一緒に働けるっていうのは特別なことだと思ってます。これから先も従業員の子どもの中でうちの店で働きたいという人が出てきてくれたら嬉しいですし、そういう人たちとまた一緒に働ける環境を作っていけたらなというふうに思ってます。御影という場所にねふさわしいお菓子を取り巻く生活というものをイメージできましたので、ただ物を提供するだけじゃなくて、ちょっとスイーツの生活が変わるような、そういったものを提供したいと思って、お菓子のアトリエというものを構想しました。創業時から一緒にやってきたシェフが、もともとはドイツパン、ドイツ菓子のベテランということで、その技術を後世に若い人たちに伝えたいと、その気持ちは以前から持っていたんですが、昔からつながりの強い神戸という町でドイツパンを提供したいという気持ちも強くあります。創業者の川瀬はマニアックな味ではなく広く愛されるブレンドを目指しましたが、銘柄ごとの焙煎度合いやブレンドの比率はむしろ他にない独創的なものでした。明らかに手間とコストもかかる方法でしたが、最高のおもてなしをしたいと考え抜いた結論だったのだと思います。ブレンド以外の豆はお菓子とのマリアージュも大切に世界の銘柄から選択しています。こちらは常に探求を続けていますが、それも川瀬の常に最高のおもてなしを追求する理念を引き継いでいます。